ホッチーはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のラッパー、ソングライター、音楽プロデューサーである。以前はホッチービーツ、ホッチービーツの名で活動していた。タイラーザクリエイター率いるヒップホップグループオッド、フューチャーのメンバー。レフトブレインと共にメロハイプやメロハイとしても活動していた。2018年からは 音楽プロデューサーのアルビン・ディスクと派を結成し、活動している。ステージに立つホッジ2007年、ホッジは、タイラー・アーザー・クリエイター、レフト・ブレイン、ザ・スーパー・サン、ケイシー・ベージーズと共にオット・フューチャーの、オリジナルメンバーとして、活動を開始する。レフト・ブレインとは、デュオ・メロ・ハイプのメンバーとして、ジェロ・ハイト、ブラック・ンド・ワイト、ナンバーズ、インサの4枚のアルバムをリリースした。 ホーチーは、タイラー、ザ・クリエイターの、バスタード、ゴブリン、ウルフ、アール・スウェット・シャツの、アール・ドモ・ジェネシスの、ローリング・ペーパーズ、トラッシュ・トークの、119など様々なアルバムに、フィーチャリングされている。ホーチーはこれまでに5枚のソロミックステープ、ザ・デナ・テープ、アンタイトルド・ EP、アンタイトルド・2 EP、デナ・テープに、ゼンイワちゃん・ワーチャン、ハイシリーズ1をリリースしている。 2013年10月31日、メロハイはデビューアルバムメロハイをオッドフューチャーレコーズからリリースした。ビルボード200で初登場89位を記録した。2016年12月9日、ソロデビューアルバムファイアプレイス、セナタシーザーサイドをリリースした。ホッチーことジェラルド・ロングはニュージャージー州トレントンで生まれ育った。ホチーは ヤマイカ系アメリカ人、フィジー人、フィリピン人の血を引いている。9歳の時、母親の再婚を機に妹とカリフォルニアに引っ越し、カリフォルニア州パサデナのパサデナ高校に通った。2011年8月1日、長年の彼女であったコートニー・ブラウンとの間に、息子が誕生し、トレントン・ジェラルド・ロングと名付けられた。この名付け親は、レフト・ブレインである。 スタジオアルバムコラボレーティブアルバム。ありがとうございます。